ということで今日はですね、裏丹沢渓流釣り場さん、田村くん鼻風邪ひいてますあのくしゃみのたんびにあのカメラ揺れるけど空間とブレ補正なんで揺れないです。はい、今日も 4D ネット釣りを始める前は当分これ完売するまではこれ続けますね。完売するまでは田村くんこれ続けるから、はい、早く完売させればこれはこの手はなくなりますんで、はい、今日で裏丹沢渓流釣り場さんは初めてなんですよ、撮影は。個人的にはもう3回目かな、4回目ですね。はい、講習やったりとか、講習まで行かないけど講習やったりとか、ちょっとイベントや、チームごとにこうやったりとかしてて、実際はちょっと何回か来てるんですけど、撮影は今回田村くんが来てやるの初めてなんで、田村くん初めてですよね。はい、はい、どうですか田村くん、もうこの30、今日東京35度だけど、あれは涼しいですよね。涼しい。俺もこれでね、ちょっと夏グッズ対策は着たくないです。寒い今もちょっとこれ寒い、ちょっと寒い、はい、っていうことですね。で、すごい、これ何キロって言ったらいいかな、1キロはないよね。でもね、1キロはないよね、見えるからね。でも500メートルとか600メートルの距離じゃないよね。で、あそこからの上が天からフライエリア、それもこれと同じぐらいあるそうです。はい、ルアーができるエリアぐらいあるそうです。だから桁違いにでかい、あと幅もあるしね。で、なんかヤマメすごいいっぱい入ってて、でちょっと秘密の話は言えないけどね、ちょっといろいろヤマメはいろいろねあるみたいね、育てたみたいね昔ね。はい、っていうことでちょっとこれを今日は釣らせていただこうかなと思います。やっぱりね、夏はね、渓流のね、川せき止めタイプがね一番いいよ、間違いない、これね。はい、なので今日はちょっと頑張らさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、タックルですが、今プロトで、テストをやってる、T60 ジュニアタイプ MG、はい、24mm で、オールチューブラーで60ジュニアってことですね。これほんといいよ、これマジいいよ、最近ずっとこれ使ってるけど、これはねいいですね。はい、で今日もちょっとですね、見ていただくと分かるんだけど、結構大物いっぱい入ってるんですよ。なのでちょっと大物がまたちょっと来るかもしれないんで、一応安全牌で P 使っていきたいと思います。で、イージス大好き、イージス。で、最近なんでイージス使ってるのって言ったらね、色が合ってるんですよ、色が合ってるの、ちょっとお気に入りなんで、はい、これちょっと使わせてもらって、プロトなんでね、これ結局毎回使ったごとに EMT さんにお返しするんですよ、こうやって。で、俺のリールつけてるとあれなんで、ちょっと田村君にお願いして EMT さんのイージスをつけてるんですよね。はい、ということでイージスなんです。じゃあちょっと一投目いこうか。はい、あとあんまり喋っちゃうと逃げちゃうんで、せっかくこれ私のために待っててくれてるんで、はい、これをいきたいと思います。で、田村くんは今本当鼻風邪ひいててひどいんですよ。で、これ一応好きな長さに伸ばしておくんで、こう伸ばせるんで、はい、あ、だんだん逃げてきますね、だんだん逃げてきますね。はい、で、できればヤマメを今日釣って帰りたいというふうに思います。まあ、リリースしちゃうんだけどね。はい、じゃあ1投目いきます。どうやろうかなと思ってて、まあ、そこら辺ちょっと色が白いんで、色が白い砂なのでステイも面白いけど、とりあえず、シェイキングかフリッピング入れて様子見たいと思います。それじゃ行きます。はい、ちょっとじゃあフリッピングでいきましょうか。あと田村君、あ見たこれシェイキングで来るな、だったらフリッピングやんないで、今みたいに魚が飛び出してくるならこれやばいぞ、ちょっとドキドキしてきた、もう田村君大喜び、ちょっと全然桁違うぞこれ。シェイキングですね、フリッピングじゃなくて、あ、でもシェイキングスイッチ入んないね、あんまり。あ、来た、はい、今も飛び出してきましたね。ちょっと丁寧に魚が逃げないように寄せますね。はい、はい、じゃあちょっとこのサイズなんで田村くんが今
上から撮ってるんで近くに来れないんで、このまま行きます。はい。面白いですね。すごいね、飛び出してきたね。なかなかこのクリアーであんだけ飛び出してくるの珍しいんで、今日田村くんがお宝映像いっぱい撮ってくれるかなと思うんだけど、はい。はい、今フォール中ですね。ボトム取ろうと思ったんですけど、その前に食っちゃったって感じですかね。まあ今何、こんだけ魚影濃いんで多分何やってもできますね、はい。まあ、できるだけちょっと田村君にはバイトシーンを撮ってもらえるような釣り方をしたいと思います。あ、逃げるね、逃げるね。ちょっと下すぎたかな、バイトがね。ちょっと下すぎたかもしれないですね、はい。ちょっとね、この前がここはぬるぬるなんで、これ以上ちょっと前に行けないですね。ちょっとここはやばい感じなんで、はい、もう一回行きます。はい、行きます。あそこ日陰ですね。日陰の中フリッピング2回入れて巻きフォール、スイッチ入れないとただ巻いてるだけじゃダメって感じですかね、はい。足元がぐちゃぐちゃだよ、すげえぐちゃぐちゃ。ちょっとじゃあ真正面投げて、レイナラだとオーバースペックなんだけどね、はい。フリッピングちょっとやって活性上げてみます、はい。魚追ってきてますね、はいはい。でこの辺からフォールさせてどうなるかですね。あ、来てる来てる、すげー来てる、すげー来てる、すげー来てる。いや惜しかったな田村くんね、この風が。ちょい、すごいね。すごいですね。ね、こんなにグラム数とかで変わるんだと思っちゃう。はい。はい、もう一回行きます。フリッピング。今日聞くな。ワンツー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 、ここでフォールさせますね。なるべく上で取れるように。ちょっと風が強すぎるな。うわうわ、いけいけ、ヤマメかヤマメか、お前ヤマメか、よし。ダブルでかいぞ。うおでっ何これ。はい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 、40オーバーっすね。ウラタンさんね、でかいの入ってんすよ。60オーバーも結構入ってるって言ってましたね。すげえすげえ。これがあるからちょっとさ、ピー巻いとかないと怖いね、ウラタンさんは。はい。でね、渓流の魚引くんすよ、やっぱりずっと泳いでるから。 4D ネット、 4D ネット、いいとこ使ってますね。はい、バッチリですね。だって、いや風がなかったらな、田村愛で行ったのにな。風がね、ちょっとでもあれでしょ、オレンジがなくなるぐらいでしょ。ちょっとね、本当だったらこれ風なかったらバッチリなんだけどね。これ夏グッズできないよ、寒くて。はい、行きます。いくら田村くんでもこれは取れない。
さあ魚影濃いっすよ。はい、よく見えるね。すげえな、あれ見えるって。どう、俺が見えてないんだ全然。俺感度で釣ってるからね。ウラタンさんすげえな。初めてすごいでしょ、やばいでしょ。田村君、ウラタンさん気に入りました。田村君、ウラタンさん一発で気に入りました。全然見えないんだけど俺、全然見えないんだけど俺、もう感度しかないんだけど、頼りが。なんで田村君見えるんだろう、俺見えないのに。俺変更してんのにさ、田村君変更してないのに。強風すぎて、田村君寒すぎて、もうあの暑さ対策グッズできません。これ寒いっす。はい、あのやっぱりあのひんやりスプレーが一番だね。あれすごいね、塗ると。今この風でこれもうやばいでしょ、風切り音すごいなこれ。イエーイ、イエーイ。よし、山入ってますか。やっぱり追ってくるんだけど、あのヤマメ追ってくるけどバイトしないっす。うわすげえ、あでっけえ、すごい。はい、ありがとうございます。来た来た来た、ヤマメ来い、ヤマメ来い、ヤマメ来い、ヤマヤマ、2時来た、田村君。うわ、やば、フックかな。あ、来た。なんだこれ。なんだ田村君今の。フックかなって言ってさ、バレたやつ置いといたら食ったぞ。なんだろよし、来た。うわ、ちっせ。あー、虹ちゃんだ。大物狙ってんだけどね。じゃあちょっと降りてきました。ね、風がすごくなってきた、あとは雨がちょっとやばそうな雰囲気になってきたんで、今日ひんやりグッズ取れないですね、寒くて。で、底線にしました。はい、リール、これなんだっけ、エアリティだっけ、エアリティ、これバリバリエアリティで、ルアーはプレミアム X0.7 ホワイトグロー、なぜかホワイトグロー。いきます、ウェイ。あ、なんか田村君すごいすごい、1投目からすごい。あれあれあれ、ホワイトだった。やっぱり最近ホワイトすごいんだよね。ヤマメ
アマゲー違うよね、ニジゲ、ニジマ、表層シェイク、からの巻きフォールでいきます。あー、また風出てきちゃったな。重い、魚めっちゃ重い、肉詰まりすぎ、田村くんみたい、めっちゃ重い。あ、もうスイッチ入ってます。あ、来た、田村くん見てみろ、後ろから来たぞ。なかなかない渓流じゃないと。はい、今すごかったね。田村くん体調悪そうで。また来た。なんかすげえ調子いいな、ホワイトグロー。うお、入れ食いだな、入れ食いだね、やばいな。ホワイトいい入れ食いだね、アーマーゲーだねこれ。なんか田村くん受けてんだけど珍しいな、田村くんがあんまり笑うことないの。田村くんと鈴音さんってあんまり笑わないんだよね、俺のギャグでは。慣れすぎてて。あ、あ、田村くん何？どうしたの今日？どうしたの今の？やばくない？食い方。すごいよね。何が起きちゃってんの今。このスピードについてこれるやつはいねえだろ、さすがに。風でちょっと流されちゃってます、完全に。これ食うの、食うのこれ、サスペンド。こんな短い距離で食うの田村君、この距離でサスペンド。あー、ちょっと風、これきついな、ちょっときつい。フォールさせます。うわ、来た。あれ、ホワイトグローはマスを狂わす、すげえなこれ。えい、うわ、スイッチ入ってんな、すげえスイッチ入ってる。なんか田村くんめっちゃスイッチ入ってんだけど。何今の、何にもしてなかった、着水と同時に巻きホールしたんだけど、すげえスイッチ入ってた。どういうことよ。